イーアス札幌寺の施設外観ラソラ札幌は札幌市白石区にある複合商業施設、旧称イーアス札幌旧日本国有鉄道東札幌駅ア土地を中心とする東札幌地区の再開発によって誕生した札幌コミュニケーションパーク空の商業業務ゾーンであり札幌都市開発公社による事業企画コンペティションを経て2006年に 大和ハウス工業が札幌市所有の土地を購入して開発した。南郷2に面した A タウンと B タウン2つのモールで構成している。A タウンと B タウンは連絡通路で接続している。スーパーマーケット、マックスバリューやスポーツジム、スポーツクラブなどを中心にアパレル、書籍、レンタルストア、100円ショップ、飲食店といった生活密着型店舗。 リビ用室やリラクゼーション、学習塾、クリニックといったサービス系のテナントが入居している。また、北海道内有数のボルダリングジムがある。なず、日本国内有数のチアダンスチームが所属する、カルチャーセンター、マナビアが入居しており、体験型のこと消費ゾーンが充実している。かつては、FM 北海道のサテライトスタジオ、ボーネルンドによる、 北海道内初出店となる屋内、運動遊戯施設、キットオーキットが入居していた。施設内には、イベントコートや、イベントスペース、歌手会議室を設けている。敷地内には、東札幌駅があった歴史を継承していくため、列車の車輪をオブジェとして設置している。札幌コンベンションセンター、札幌市産業振興センター隣に位置している。注釈出店。 ありがとうございます。